秋のアレルギー、秋の花粉症についてお伝えします。アレルギーというと春のスギ花粉をイメージする方が多いと思いますが、実は今の季節、秋もアレルギーに気をつけなければいけない季節なんです、はい、こちらをご覧ください。花粉症を引き起こす植物の開花する時期を表したグラフです。イネ科は9月、そして8月から9月にはブタクサ、ヨモギは8月から10月にかけて注意が必要です。春のスギ花粉と比べると花粉の飛散量自体は少ないんですが、道や広場などいろいろな場所で目にする草花ですので、花粉を吸い込む機会が多く注意が必要です。こういった花粉が関係するアレルギー性鼻炎は年々増えています。続いてこちらのグラフです。1998年と2008年の有病率を表したグラフを見てみますと、スギ花粉症は 16.2% から 26.5% に増えています。実に日本人の4人に1人がスギ花粉症ということになります。10年間で急激に増えてますね。そうです、スギ以外の花粉症は 10.9% から 15.4%、 またアレルギー性鼻炎全体で言いますと 29.8% から 39.4% と、全体的に患者数は年々増加傾向にあります。また春のスギ花粉症の症状がある方は、秋にも花粉症の症状が出ることが多いと言います、はい、これらアレルギー性鼻炎の代表的な症状や治療方法について耳鼻咽喉科の医師に話を聞きました。鼻水、鼻づまり、くしゃみ、あと目のかゆみというのがアレルギーの特に多い症状ですけども、秋のアレルギーの特徴としましては、咳が出たり喉がイガイガしたり、という喉に関する症状が多いのが特に特徴です。花粉症の治療の基本はやはり、花粉を吸わないこと、抗原の回避と言います。基本的には花粉に近づかないことですとか、あるいは、花粉を飛ばす植物を、除草、切ってしまったりとか、というのがまずの一番の基本にはなります。それからマスクをしたりとか、メガネをかけたりとか、そういう、予防も大切になります。予防をしても症状が出てしまう場合にはお薬を飲んだりとかという治療になります。あとお薬によって、効き目のマイルドなものから比較的強いものまで様々ありますので、患者さんの症状に合わせて選択するということになります。あとはその他には、鼻のスプレーですとか、あと目薬とかという治療もあります。でさらにそれで効き目が悪い人は手術の治療ですとか、その他の選択肢もいくつか考えられます。薬の治療というのは対処療法といいまして、アレルギーの症状をアレルギーが出ないように抑える治療ということになりますけれども、一方免疫療法という治療方法があります。この免疫療法はアレルギーの体質自体を治すことができる可能性があるということで期待されております。千葉先生のお話にありましたように、アレルギー性鼻炎の治療方法には大きく分けて2つあります。まず一つは症状に合わせて処方してもらった薬を使うことでアレルギー症状を抑える対症療法、はい、もう一つは、病気の原因となる物質アレルゲンを少ない量から徐々に増やしながら体内に入れて体質自体を変えようという免疫療法です。この免疫療法に去年の秋新しい治療方法が加わりました、はい。従来は、皮下注射、注射をする、何度か注射をすることによってアレルギー体質を徐々に変えていくという治療方法でしたけれども、2014年の秋に、新しくスギ花粉症に対する舌下免疫療法というのができました。この舌下免疫療法というのは、口の中、舌の裏にお薬を入れまして、毎日その、お薬を入れることによって徐々にアレルギー体質を治していくという治療方法です。これはもう体質が変わって
アレルギー体質ではなくなるってことですね。治る可能性が期待できる治療法なんです、はい、今のところこの舌下免疫療法は春のスギ花粉症だけに有効とされる治療法ですが、この治療を行った人の8割にはこの春スギ花粉何らかの改善が見られたというデータも出ています。いや、そうなるとその舌下免疫療法について知りたいですね。はい、来週の岩手元気丸ではその去年から始まった新しい治療法舌下免疫療法について詳しくお伝えします。はい。